ないって変ね。泣き止みました。泣き止みましたよ。ちゃんとまつげも上がったし。売店レオグループ最高。沖縄パイン味とヒューグナッツ味あって、それも買っといた。で10個も買っちゃって最高。なんでね、まつげ上がったよ。みんなビューラーで、さっきは泣きすぎて泣きすぎて、あのし何湿気て、まつげが湿気て湿気ちゃって上がんなかったけど、無事上がりました。1時間経って。そもそもなんで泣いてたん？あれはモーリーさんからの流れで、そう、もうすごいファンの皆さんのあのコメントで、うん、泣いちゃった。嬉しくて、嬉し泣きなので許してください。今日の朝も昨日の旅行の帰り物だ。かわいい。私も今日の朝飲んだ。朝飲んだよ。うん。朝昼？昼か。昼飲んだ。さあなんて、キノピーさん久しぶり。守ってあげたくなっちゃう。優しい。うん。泣いちゃう。もう泣きやんだんで。大丈夫です。明けおめな気がする。確かに明けおめかも。何してたん？明けおめ今年もよろしくね。うん、さらさらさらむちゃんのこと思ってる。本当の気持ちだから優しい。ありがとう、ありがとう。うん、もう泣かないぞ。今日はもう泣かない。確かにたまに泣くのは確かにストレス発散になるね。確かに。ちょっと待って、マネージャーさんに返信させてください。ちょっと待ってね。ちょっと待って。うん、あ、違う。お疲れ様です。この時間でも連絡来るんだ。来ますよ、全然全然来ますよ。時間とか関係ないですね。うん、最近どこでも空の星を隠さずにいろんな人に見せてる。楽しい。嬉しすぎる。ありがとう。どんどん広めてください。ジュラーキとか他のメンバーのとこ行ってたとか絶対に言わない。あれ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 、怪しいぞ。優しい。いつもさーちゃん頑張ってるし、それを見てる人はここにたくさんいる。ありがとう。もう泣いちゃうから本当にありがとう。うん、最近の AKB のマネージャー年齢を
若い、ね、もうめっちゃ若いと思いますよ。4月30日、ゆる公園行く、嬉しい、待ってますね。あ、サトシってあれやろ、ポケモンのね。あれもうポケモンやないね。あ、お仕事して言う来てくれるの嬉しい。ラストコンありがとう、来てくれて。うん、なんだっけ、これを消して。資料が多すぎてさ、まとめるのめっちゃ大変なんですよね。どうだっけ、これ。はい。はい。はい。嬉しそう。ポケモンやね。あれもうポケモンじゃないです。うん。え、そう、一人で溜め込んじゃうの。私もソラノちゃんのこと見つけてファンになれて嬉しいです。ありがとう。こちらこそありがとう、見つけてくれて嬉しい。最近会いたい気持ちが強すぎて無理、嬉しい。あ、おはやく、うん。サードも見たことあるやろ。アニポケ、アニポケってなん、ポケモン、ポケモンね、お兄ちゃん好きやから見たことあるよ。でも最近は全然わからん。うん、最近のは全然わかんないけど、そうだね、自分のこと大切にしてあげなって。ありがとう、大切にします。いや、大切にしてもる、大切にしてるけど、やっぱ考える日は考えるしさ、悩む日は悩むし、楽しい日は楽しいしね、いろんな日があるよね。会社の専務のサロノちゃんのファン勧誘成功しました。本気？嬉しい。イエーイ。俺もソラノに会いたい欲が強すぎて嬉しい。早く会おう。考えちゃう日や、名前ないも日ある。楽しい日ももちろんいっぱいあるし、うん、最近めっちゃ面白い、打ち間違い。最近配信も755もインスタもなかなか反応できなくて、ごめん、うん、忙しいよね。いいよ、全然、あの時間ある時にいっぱいメンションでも何でもして、待ってるから。そう、いや、そう、そんな気持ち話していいんだよって言ってくれるじゃないですか。そう、でも私、そう、普段からそうなんですよね、あんまり、そう、人に話さない、そうだね。溜まって溜まって、いや、やばい、もう泣いちゃう。溜まって溜まって、そう、言う、うん、ちょっとずつ、うん、そう、話したりするから難しいよね。自分の何コントロールというか、自分の整理、自分の中の整理、うん、って難しいよね。今更だけど、空の茶って瞳綺麗だよね、嬉しい、綺麗な心の持ち主なんだねって、すごい素敵なこと言ってくれる、嬉しい。目褒められるのってめっちゃ嬉しいです、うん。はじめましてって、山のんさん、はじめまして、嬉しい。ぜひぜひインスタもツイッターもやってるのでフォローしてください。毎日悩んでますって。毎日毎日、そっか、毎日
まあ、悩みって内容である、内容であるからね、割と消えないもんかもね。うん、1個前の配信で何があったのかそう、あの1個前の配信ね、あのランちゃん1個前の配信ね、あのサンダルモリさんの前回の放送を同時視聴、うん、してたっちゃけど、そう、その回が良すぎて、そう、その延長でね、いろいろ話してたら、そうなの。確かに仕事で悩む時あるけど、さなちゃん見ると元気出る、不思議。え、嬉しい、そうやって言ってくれて、なんか、うん、誰かを元気にできてたら嬉しいなって思う。うん、溜め込むことが良くないこともわかるけど、どこにどう吐き出せばわからなくなる。そうなんよね。悩んでも寝たら忘れます、適当なんでも最高ですね。いや、私もね、私もそうやっちゃけど、でもまあさ、消えんこともあるやん、その悩みが。うん、消えないこともあって、なんか悩み続ける内容もあるやん、やっぱ。そう、そういう時よね。謝んないでよ。うん、負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、死んで、待って待って、この歌詞めっちゃいい歌詞やん、本当に。ちょっと今改めて思った。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、涙見せてもいいよ、それを忘れなければ。いい歌詞。私は寝る前にいろいろ考えちゃう。あ、ゆなちゃんめっちゃわかるよ、めっちゃわかる、めっちゃわかる。女の子ってそうなんかな、寝る前に考えるがね。うん、一緒。少なからずスラノちゃんの存在が誰かの元気につながってるからねって。優しい、ありがとう。明日早いんでそろそろ寝ます、おやすみ、ありがとう。え、本当？しんどいこと吹っ飛ぶって嬉しい。ずっとずっと味方だし、応援してるからねって、何があっても裏を折るからねって、ありがとう。寝る前マジでわかるって、定期的に泣いててしんどいってね。ねえねえ、やっぱさ、女の子ってそういう気質があるんかな、そういう気質あるんですかね。ちょっと男性陣と女性陣の方答えてください、皆さん答えてください。うん、分かる、めっちゃ私ウランちゃん、ユナちゃんも、うん、全く一緒すぎて、そう、めっちゃ分かるよ、めっちゃ分かるよ。うん、定期的に泣くよね、うん、一人で。うん、そう、なんか急にめっちゃ考える日が来るんよ、そう、急にね。ああ、寝る前考えちゃう、やっぱ。うん、なんか分からんけど涙出てくる時ある、あるよね、やっぱ。そういうのってあるかな。いや、自分は大丈夫と思っちゃっても、やっぱうん、本当はなんかきついとか、本当は辛いとか、本当は悲しいとか悔しいとか、そういう気持ちに心がなった時にそうなるんやろね、わかんないけど。あるよね、なんか。おっさんが泣いてもいいですか、誰が泣いてもいいよ。うん、おしめおいしい普通やと考え出してね、辛くなる。そうか。そう、一人になった時、そう、一人になった時が一番考えるよね。
寝る前に考えちゃう時あったなって、いろんな最悪な状況が分かんないして、全然 寝つけんやった。うん、そうね。めっちゃ面白い。4月のライブ泣く気しかしないって。4月のライブはね、やばいね、やばいと思いますよ。楽しもうね。うん、そっか、大学ね。そうね、新生活ってやっぱそうね、不安と緊張とね、楽しみもありつつ、そういうのがねあるよね。うん、うん、泣いたらダメって思うことあるけど、最近はうん、泣いてもいいやって思うようにして、うん、それがいいかも。確かに泣いてスッキリする日もあるよね。まあ次の日目腫れちゃうけど。4月のコンサート燃え尽きて泣く元気すらないかもしれんって。確かに確かに、泣くにも気力いるよね、疲れちゃうね。めっちゃ重たい話になるかもだけど、うんうんうん、高校始まった時コロナであって、うん、いろんな不安で、なになに、なに、過呼吸、いやマジで、うん、本当にそうだよね、悩まされちゃうよね。うん、不安あるよね。チームメイト見に行って元気もらうことがいっぱいあった、嬉しい、ありがとう。コンサートで泣けんかったら困るから目薬持ってくね。ダメ、素直に泣いてよ、素直に泣いてよ。うん、うん、寂しいよね、寂しいよ。でも一緒に楽しみましょうね。本当にそれがまた起こりそうな不安がいっぱい。そっか、一回経験しちゃったらそうよね。うん、でも考えすぎず、そうね、気負いすぎず、うん、うらんちゃんのペースでいいんだよ。うん、本当？アクスタとか持ってってじゃあ。うん、最近今の仕事順調やけど、うん、大学で教員免許取ってから今の仕事続けるか悩むなって。あー、すごい。でもそうね、自分が何をやってて楽しいかを、うん、選ぶのが一番やと思う。うん、すごい、教員免許を持って理学療法士も取って、すごいね、夢の国に関わる仕事もして、すごいね、本当にすごすぎるよ。うん、パソコンもソラノちゃんとチーム系の写真にしたし、嬉しい。しんどなったら乗り越える、ありがとう、頑張ろうね。前に押してたこの最後の握手会でありえんほど泣いたことある。最後の握手会で、ほんと、わさっぴさんが、わさっぴさんも泣くんや、なんか安心した。うん、ちゃんとちゃんと泣くんですね。ちゃんと泣くの、うん、安心するね。エイトに出会ってなかったらいろんな人と出会えた。そうね、そうだよね、それはある。
推しの生誕で1年の振り返り、うーんとかファンへのメッセージは泣きそう、うーん私はそれなりに心があるんです。そうね、わざとっぴさんもそうですね。わざとっぴさんも泣くみたいですよ、皆さん。確かにみんなそれぞれね、いろいろあるよね。お疲れ様ご。ルイセンゆるすぎてってこと？なになに、曲とか知らん人が泣いてるの見てるだけで泣いてしまう。すごい、もう心がいっぱいあるね。おばあちゃん、おばあちゃんってこと？でもいいよ、素敵だよ。人のそういうの見て、そうね。泣けるの素敵。ジャルジャルのルイセンコロッケでギュッてありそう、なんかそういうの本当にあるんや。ここ数年泣いちゃうの。ちょっともう砂漠になってるよ。ちょっと目潤したら、潤してん。数年の一番は強い、逆になんかさすが。確かに養護教員になったらめっちゃ泣くやろね、ホランちゃん。ルイセンコルクでキュ。類線、あ、出てきた。ほんとや、見るわ後で。調べた、 YouTube で。サノちゃんに魅力があるからファンになるんだし、サノちゃんの喜怒哀楽に共感します。嬉しい、ありがとうね。社会人1年目はマジでいろいろきつくて泣いてた。あるよね。私さっきアマプラで映画見ちゃって普通にうるうるしてた。いや、ドラマとかさ映画ってめっちゃうるうるするよね、わかる。ルイセンコルクでこれで泣けまへんって、これ泣けんくなるような話。サノちゃんの涙綺麗すぎてすぐ泣けるね。ちょっと劇場デビュー後の配信がめっちゃ泣きすぎたの見て。私劇場デビューの日泣いたっけ。今日が一番泣いた。確かに4月30日のコールみんなどうなってることやら。みんな鳴き声かな。お手紙の話かよ。マジであれはやばかったよ。あ、お手紙とかめっちゃ弱いんで私。見てて。さーちゃん配信でママ泣いて。そんな泣いちょらんて。
悩んでる時、急に親友とかから連絡来ると友達すごいなって、もうめっちゃわかる、めっちゃわかる、わかるわかる。なんかさ、友達、親友、家族のなんかありがたみっていうか、なんか大きさがめっちゃわかるよね。お話し会で泣くとって、お手紙読まれたら泣いちゃうな。そうね、ずっと笑ってるわ、ありがとう、元気出る。そう、コロナで思うように活動できない日々があっても、配信でファンを楽しませてくれたり、ショールームでイベント参加したり、嬉しい、そうやって思ってくれてありがとう。対面の時泣いたら、泣くから泣かないでね。対面ではさすがに止めたりできるんですね。そう、なんか涙拭いたりできるけど、リアルってないやん、そんなの。泣かないようにしなきゃ。今泣きませんよ。どういうこと、空の絵、この話知っちゃう？知ってる？昔々あるところに、そう、桃太郎って何何何何桃太郎を描こうとしよる？19年組の流れ、正直めっちゃ怖かった、流れ。そうですね、対面でもやっと会えたねって泣くかも。嬉しいよね。早く皆さん会いましょう。いや確かに、再来月までがめっちゃ長い。だってコンサート後だよ、コンサート後しか会えないよ、みんな。まあね、そうだよね。誕生日あと少し、待って、やっと18になるって、若すぎる。いいね、めっちゃ若いわ。ねえね、滑り倒してない？お祝いしてもらうために、その日は何があっても、何が何でもショールーム来るわって。そうね、やったら来て、歌いたい。18とか希望しかないよ、本当に希望しかないよ。18歳はもう希望しかないから、ウランちゃん本気で今を大切にしてほしい。秋田でご当地アイドル、めっちゃ面白い。バナナ仕掛けました。仕掛けちゃう、バナナなんて、バナナ嫌いなんで仕掛けるん、まあ、嫌いじゃないけどさ、バナナ、バナナあんまり好まん。ね、みつお、そう、すごいよね、舞台。
バナナ食べやすくて美味しいのにって、そうバナナみんなのアイドルやん。そうバナナね、なんかね、なんか好んで食べないんですよね。そう明日の配信時間も考えさせてください。はい、あでも明日お昼とか配信しようかな、うんって思ったり。そう明日ね、そうイベント終わりなのに、皆さん明日までね、たくさん見てくれたら嬉しいです。明日まで特に、うん、星投げとそうあのカウント頑張ってほしいです。お願いします。果物何が好きやと、え果物ほぼ全般好きよ。バナナが一番苦手、バナナ食べんとって人生損してるわって。なんかさバナナってなんかちょっと癖あるくない？そうなんかなんやろね、香り味、そうそうそう、面白い、うん、ルイセンコルクできよ。そう明日ね、そうイベント1週間、そう1週間って長いよね、めっちゃ短いですね。うん、バナナ毎日食べてる、すごいバナナ。でもねでもね、めちゃくちゃ矛盾しちゃうから、そうバナナ苦手でも、そう親戚のおばさんが作ってくれるバナナケーキはめっちゃ好きやし、バナナオムレットとかは好きやけど、バナナのフルーツポンチとかバナナ味のなんかパンとかさ、バナナ味のなんちゃらみたいなのは苦手なんよね。そうバナナジュースのお店見つけたらすぐ買っちゃう。バナナジュースなんて自分で作っちゃえばいいのに。バナナは栄養あるしパーフェクト。確かにカリウムありますよね、入っちゃうよね。ブロッコリーと同じ。バナナはおやつに入りますか？バナナはおやつに入りません。さなちゃんに元気になってもらうために親戚の梨農園マジで行きたい。梨狩り行ってみたい。うん、クレープならチョコバナナ、クレープチョコバナナとか一番私選ばんよ。うん、多分チョコバナナってさ一番ぐらいで人気やん。チョコバナナ一番頼まん。そう300円で何のお菓子買う？300円で、めっちゃ面白い質問それ。300円で300円やったら、300円か、めっちゃむずいな。うわー、どういう系選んでいいと？それは駄菓子、それとも大きいお菓子もいいん？ねえ、そうバナナジュースやったらさ、ミキサーかけたらいいんやない？うん、自分で美味しく作れたらお店やっていけんやんって。いや自分で美味しく作れるって。うんうん、梨ジュースめっちゃ美味しいよね。あ東京バナナは好きよ。全部うまい棒。何味？収穫時期になったら招待状、嬉しい招待状送ってんじゃん。うん、おやつの何でもいいと？何でもいいか。チョコレート、チョコレートの、なんやろな、うわなんやろね、たけのこの里とか。いや待って、たけのこの里買ったらさ200円いっちゃうね。160円とかいっちゃう。どうしよう、あーどうしよう。じゃがりこ、じゃがりこのチーズ
や九州醤油でもいいけど、チョコレート、うーわー、なんやろうね、チョコまみれいいね。チョコまみれ買ったらでも200円超えちゃうよ。バナナジュースよりいちごミルクジュース買う。あ、JK やな。丸ごとバナナ、丸ごとバナナって何だっけ、バナナオムレット、うん、それ好きよ。うん、遠足のチョコならアポロ、あ、いいね。あ、遠足感あるわそれ。ブラックサンダーめっちゃいい。あ、かわやきさん太郎、私はのし梅が好きよ。のし梅、うん。じゃあうまい棒、うまい棒ってさっき言ったよね、しもちゃん。うまい棒何味が好きじゃん。いちごミルク、いちごミルクって可愛くて、みたい、そんなん言われたら恥ずかしくて言えん、言えんね。梅しその味しないって。のし梅、のし梅はね、酢が、酢の味がする。謎のサラダ味、あ、サラダの味せんがね、あれ。私はうまい棒やったら、私がじゃあ好きなうまい棒の味当てて。須田子さん太郎あるね。チーズ好き、好き好き、チーズは一番好きよそりゃ。やば、なんで知ってるん、フランちゃんすご、フランちゃんすご、ラスクめっちゃ好き、うん。ラスク味、ラスク味知ってるのすごい、すごい。いや明太子は買わんかな。いや納豆絶対買わん、うん。いや納豆は好きよ、でも納豆味のお菓子はちょっとね。めっちゃびっくりした、ラスク味めっちゃ美味しいよ。じゃがりこチーズはね最高よね、一番美味しい。私はうまい棒買うならチーズ、たこ焼き、チーズ、たこ焼き、ラスク、あ、照り焼き、うん、これが好きです。はい、これが好きです。あ、コンポタも美味しい、コンポタも好きよ。そう、なかなかラスク味ないんやけど、ラスク味めっちゃ美味しすぎて、そうそう、しかもマミーがめっちゃラスク味が好きで、そうラスク味がなんか売り出された時、あの30本入りで買ってました。うん、この4種最強やない？チーズ、王道のチーズ、たこ焼きで、てりやき、いや、てりやきめっちゃ美味しいよ、ラスク。いや、ラスクは甘党な方は絶対好き。うん、ラスク味探してみんな、うん、めっちゃ美味しいから。三朝温泉の駄菓子屋さんで目いっぱい買ったお菓子全部消費したって。あ、そう言われたら、あとちょっとあるかもしれない。うん、そうね、確かに。あ、練り梅が、うん、まだあった気がするな、あった気がする。そう、照り焼きめっちゃ美味しい。うん、原田のラスクとかも好きって。原田のラスク、群馬行ったことないよね。わあ、食べたい。ラスク、ラスクめっちゃ好き。うん。
昨日はめぐみんの卒業公演に行ってまいりました。そうめぐみんさんもそう、私今日来たからさ昨日行けんくて、でも本当は行きたかった。うん、そう、ハーダンのラスク割とどこでも売っちゃうよって、埼玉にも売って、ははちょっとなんて書いちゃっちゃろうと思って真剣に思うと思ったらはははやった。やられた、フランちゃんに。原田のラスク、原田のラスク調べていい、もしかしたらさ食べたことあるかもしれんやん。そう真剣に英語読もうと思ったらね、原田のラスク、お、なんかすぐ出てくるね。あ、待って、これ食べたことあるわ。え、これめっちゃ美味しいやつやない？え、これさ、お土産コーナー、あの空港とかのさ、空港とかのさ、あのお土産コーナーとかない？てかこれ差し入れで多分食べたことあって、めっちゃ美味しかったらすくやこれ。うん、めっちゃ美味しかった。持って帰ったらめっちゃパパが気に入って食べてました。チョコでコーティングされてるやつめっちゃ美味い。美味しいがね。でもホワイトチョコは食べたことない。ホワイトチョコ味。東京駅だとバラでも買える原田のラスク。バラ？バラでも、あ、バラでも買える。あ、そっちね。なるほどね。日本語ってめっちゃむずいよね。うん。あれね、5個入りとかじゃなくてね、1個ずつでも買えるってことね。え、それ言ったらさ、なんかステラおばさんのクッキーあるやん、あれバラで買えるとかあるかね。市販やったら源氏パイ、ホームパイ好き、あ、めっちゃ美味しい。うわー、待って、源氏パイ、ホームパイ美味しいね。ラスコモドキやったら裏を思ってる。確かにラスコモドキや、あれは。うん、てかラスクってさ外れなくない、あんまあるんかな、あんま外れてやったことないな。うん、ハッピーターン美味しいね。ハッピーターン美味しいよ。自分で作る食パンラスク、自分で、待って自分でラスク作ったことないっちゃけど、すごいね。どうやって作るの？めっちゃお気に入りの地元のクッキーパウン、クッキーとパウンドケーキの店あるって。手土産持ってったらめっちゃ好評。お、じゃあ私にも手土産持ってますね。こんばんは。じゃあさ、みんなさ、あの、なんかあったら送ってください。あの地元とかのさ、なんかお土産、あのね、羽田空港とかにさ売っちゃうさ、美味しいお土産とかあったらなんか教えてほしい。そう、なんか結局さ、なんか食べたことある好きなやつとかばっか買っちゃうんですよ。買うってなったらね。そう、毎回は買わんけど、たまに買うっちゃけどさ、そう、毎回買ったらきりないから、めっちゃたまに家族に買って帰るんやけど、なんかおすすめあったら送ってほしいです。うん、教えてほしい。めっちゃ簡単。熱したフライパンにバターやって、うん、バター溶けたら切った食パン入れていい感じに焦がすの。うん、それで砂糖は食べ物送れんやん。さすが。それでシュガーかけたら完成ってことは、わかった、もう一回言うわ。熱したフライパンにバターを広げる、塗る、で食パンを入れる、
焼く、砂糖かける、すごっ、やろ、やるね、やるわ。なに、これなんて呼んだらいい、そのままでいいかな。十万石、なんだ、十万石、なんですか、まんじゅう、食べたことないと思うな。東京土産毎回何買うか見てもらうね。十万石まんじゅう、どこの、ないな。やったらプラメなり755なり教えて。もちろんだよ、もちろんだよ。孫が東京バナナのイチゴのが好きって。あー、一個が卵よりもでかい、あるね、ある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 。あれ買ったことあるっけな。あ、でもマミがあれが好きって言ったよ、東京バナナのね、レーズンサンド、レーズンバターサンド、ん、レーズンサンド、東京バナナの味もするって。あの、あ、皮が、うん。千引き屋のフルーツ杏仁ね、千引き屋のフルーツ杏仁めっちゃくちゃ何、目つけてます、私注目してます。でもお高いんよ。そう、千引き屋のフルーツ杏仁ね、1個700円ぐらいするんよ。あれ、どれが美味しいん、うん、食べてみたい。杏仁豆腐好きやから。バターバトラーのバターケーキ、バターバトラーのバターケーキ、ちょっと待って、早口言葉みたい。どこのやつそれ。そろそろお風呂入るけそうね、お風呂入っておいで、あと10分で終わりよ。うん、フルーツのソースが美味しいって。おー、でもなんかさ、なんかいろいろ味あるがね。なんかいちごとかメロンとかあるんかな。オムレットが美味しい。あ、オムレットがね、めっちゃ美味しかったよ。メロンとイチゴ、おお、め、あ、美味しそう、美味しそう。地元が横浜なんやけど、レーズンサンド美味しいお店ある。お、教えてください。レーズンサンドマミーがめっちゃ好きなんよね。そう、ママに喜ぶ。ママに怒られるから、さすがに入らなきゃ。あ、お家あるあるよね、わかる。フランちゃん入っておいね、もう怒鳴られちゃうよ。崎陽軒の冷凍シューマイ、季節で変わったりするんや。なるほど。あ、基礎テスト終わった、お疲れ様。お風呂入っておいで、おやすみ、ありがとう。リクロおじさんのチーズケーキはマジで食べてみたい。私に差し入れどうですか、皆さん。六花亭のレーズンバターさん、あ、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。そう、六花亭のね、うん、レーズンバターサンドはね、マミ好きですね。551の肉まんね、美味しいね、豚まんか。うんうん、うん、おやすみ。確かに美味しい。551。食べ物プレゼント NG。バレた。バレた。リクロおじさんのぜひ焼きたて。焼きたて？それ何時とか気持ちよる、きっと。たい焼きの美味しいお店もある。おー、いいですね。こっちは観光客は必ずって言ってほいいほど角煮まんじゅう買っていくって。あ、宮ヶ崎ですもんね。確かに角煮まんじゅうは食べて、角煮まんじゅうは食べて。角煮まんじゅういいね、確かに。明日大阪なんでリクロージスさん買ってくるかな。あ、私にですか。リクロおじさんのチーズケーキですか。ずっと食べてみたかったよね。よかった、明日買ってきてくれるんか、楽しみに待っちょうわ。今度第三ターミナルにお土産売り場ができた。第三ターミナルか。この間早すぎて、うんうん、
店が開いてなかった。うーん、ロールケーキね、いいね。岩崎本舗の角煮まんじゅう、百貨店の催事で来たら必ず買いに行ってる。いいね、自分で食べます。ちょっと期待外れやったな。それは食べ物はそらのちゃんが空港のロッカーに入れておいて持って帰ってもらう間違いないですね。ヌートバー選手が、うん、選んでもらえるのであれば2026年大会も日本代表を選ぶって言ってくれてるらしい。そういうこと？あのお父様のとこじゃなくて、お母様の日本代表として出るよってことね。あ、いいですね。待ってるよ本当に。もう一回見たいね。もう一回ブームに腰を引き。コンビニスイーツもめっちゃ美味しい。確かに。たっちゃんいいね。たっちゃん。何でしたっけ？達治。達治。何だったっけ？ああ出てこんくなった。陸老寺さんナンバーのお店に行ったら、出来たてを団体のお客様がホールをがっついて食べて、いいな。イタリアンプリン、イタリアンプリンって何やっけ、何やっけ、なんか聞いたことあるような気がするけど分からんの。イタリアンプリン、アメリカ代表として日本に立ちはだかるヌートバーはそれでそれで見てみたい。確かに。いやでも日本代表で出てほしいな。日本代表で出てほしいな。食べ物な、サロラちゃんに食べてもらいたいのたくさんあるんだよな。なんとかならんかなね。そうだよね。おすすめしてください皆さん。おすすめいっぱいあるやろ。みんなみんななんかめっちゃいろんなとこ行きよるもんね。おいしいもの教えてください。深い久保の笑顔が似合う、嬉しいありがとう。ツーリングで行きましょう。めっちゃいいね。ロケでね、いいね。確かに今の侍ジャパンのメンバー若いか、確かにそのまま出れそうですねみんな。コンサートでめっちゃ面白い。ロイズのチョコ、マジで美味しいよね。白い恋人も、いや北海道も最強よ。北海道物産展大好き。全部美味しいよね。メロンめっちゃ感動しましたよ。メロン切ってくれるよね。メロンをアルタオのチーズケーキも美味しい。わかる。ランキング読みますね。じゃあいきますよ。13位はマナゾウさん、12位はカズオさん、あ、読み方を書いてくれて優しい。カズオさん。11位は、ゆきひらさん。10位は、フォークアットマーク、香港チームメイトと16期、箱推しさん。9位は、ヒデトさん。8位は、サッタンさん。7位は、なんとマーク、サラちゃん。君が好きだ。
あ、めちゃ変わった。読んでない方を読みますね。8位はゆきひらさん、7位はよしーパパさん、6位はあらかとるさん、5位はピンクのくまさんで、4位がなんさん、3位はやす…うち間違えた、もう一回、4位はなんさん、3位は SVS さん、 VS さん、2位はわさっぴさん、1位はカラスのカーカットマークルンバニアさんでした。ありがとうございます。カステラアイスめっちゃ美味しそう。あ、メロンパンアイスはね食べたことあるよ。うん、いや、ローキさんなんてさ24よ、もう全然出れるって。うん、優しい、ありがとう。明日皆さんまたお知らせするので、明日ラストイベント日、最終日だ、うん、イベント最終日も皆さん応援よろしくお願いします。あの、いつでも見れるように星を満タンにして来てくれたら嬉しいです。いや、ピーターパンのねメロンパン美味しいがね、分かる。というわけで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。それではまた、明日会いましょう。皆さんゆっくり休んでください。こんな夜遅くにみんな付き合ってくれてありがとう。星投げも頑張ってくれてありがとう。うん、はい。というわけで皆さん、今日はこのあと24時59分からさよならモーリーさんの最終回あるので、皆さん最終回、皆さん、あの、地上波ね、地上波に出させてもらえる機会って本当にすごいありがたいことなので、皆さんご覧ください。あと私はツイッターとインスタグラムもやってるので、そちらの方もフォローしてくれたら嬉しいです。うん、そうですね。お話し会の再販って今やっちゃっけ、やってるっけな。まあまあまあ、また告知しますね。そう、うん、そう、見れない方は、見れん方はあの放送後にすぐ TVer さんで見れるので、一旦終わってる、ありがとう。じゃあまた再開されたら皆さんポチってください。というわけで皆さん、今日も夜遅くにありがとうございました。それではおやすみなさい。ありがとう、みんな、いつもパワーもらってるよ、みんな。